レオ一世は、ローマ教皇、大教皇。カトリック教会、聖教会、聖公会などで成人。聖教会では、ロマの、パパ聖レオと呼ばれる。カトリック教会では、教会博士の一人。レオ一世とアッティラーの会見390年、ピサ近郊で生まれた。若い頃の経歴は、あまり詳しくわかっていない。ただ、 司書によれば聡明かつ雄弁な人物で、440年に教皇として即位した後は、地方協会の改革や教皇権の強化などに努めた。協議論争でも異端説を弾圧し、正統論を確立した。また、ローマの世俗上の行政における功績もよく知られる。この頃のイタリアでは、粉族の主張、アッティラが進行してきていたが、 レオ一世はアッティラと会見して平和的解決を図った。中世ハンガリーの年代記によると、教皇はアッティラへ、もしも平和裏にローマから去るならば、彼の後継者の一人が聖なる王冠を受け取るであろうと約束している。その結果、452年にアッティラはローマから撤退している。ヨーロッパではローマ教皇の忠告を守らなかったアッティラに、 神の天罰が下り死亡、残された部下は天罰を恐れ、ローマ教皇の忠告を守り、夕日を背にして、生まれ故郷の東方に帰っていった、という非常に有名な伝承が残っている。この事件を、キリスト教が、布教活動に利用し、ヨーロッパで、その後千年近く続く、王や諸公よりも強大なキリスト教の権威が、生まれるきっかけになった。また、 455年に、バンダル族の王ガイセリックの軍勢がローマに侵攻してきた時も、その責任者と会見することで、虐殺やローマの破壊をしないよう要請し、平和的な解決に努めている。また、この教皇は、副助祭に至るまで、聖職者のあらゆる結婚を禁じた。461年、72歳で死去した。レオ一世が即位した頃の欧州では、 ゲルマン民族の大移動による紛争時代であったが、レオ一世は常に平和的な解決を図り、武力による解決を好まなかった。このため、レオ一世は大強皇と称されている。聖教会歴2008年日本ハリストス聖教、海教団発行 EN、クロニクンピクタムハット、アッチラと紛族、P123 から124。 図説蛮族の歴史 P66 から67、紛族、謎の古代帝国の工房史 P158 から159、神山史郎役、ヨゼフ・ロルツ、教会史、ドンボスコ社、1956年、P110。ありがとうございます。